このコンテナにシェルブールの部品が入っているようですね。防衛軍の中央サーバーに解除コード送信。ジュリオ、確認。お待たせしました。これでそのコンテナを開けることができます。原因と推測される瑕疵を検出しました。正常に作動するよう改変中。完了。生きてるのね。素敵。この装置は当時すでに希少な存在になっていた家畜やペットを生態保存するためのもののようです。なんでそんな機械の中に。こやつ、え、あんた誰。あたいはイチカ。これでも龍歌舞伎の看板女優だったんだよ、一瞬。で、どうなったの？勝ったんだよね、防衛軍。歌舞伎座にもノアの軍団が攻めてくるって、防衛軍の兵隊さんたち大騒ぎしながら出撃してったんだけど。まさかこの子。東京藩校の時代からこの機械の中で眠ってたってこと？マジか。んじゃ、こいつはわしらより年上？
確かデータベースの中に遊歌舞伎についての記述が。調べてみます。ユートキオ防衛軍は敗北しました。生き残った兵隊がいたとしてもすでに死に絶えているでしょう。ユートキオが壊滅したのは今から50年以上も前ですから。嘘でしょ。しているようですね。彼女は貴重な生存者です。彼女を連れて一旦アイアンベースに帰還してください。人類の文明を壊滅させた伝説の大破壊は10年以上続きました。その間、東京の地下では密かにユートキオが建設され、東京藩校の準備が進められていました。東京藩校が開始されたのは大破壊の末期であったと推測されます。その頃、銀座隧道に地底劇場が完成して好評を博したと記録があります。それが歌舞伎座で遊歌舞伎と呼ばれる出し物が上演されていたと。役者は圧倒的に不足しており、お世辞にも歌舞伎と呼べるようなレベルではなかったようですが。とすると、あの子が本当にその遊歌舞伎とやらの役者だった可能性は否定できないわけね。心拍や発汗などバイタルは安定しています。真実を語っている確率は高いかと。あやつがあの装置の中で70年間眠っていたとして、あの立派な尻尾についてはどう説明する？車並びに搭乗員の戦闘能力をチェック。完全回復シークエンスを実行します。やっぱ空気を吸ったり吐いたりするのっていいわ。食べ物も最高だし、この場所が気に入っちゃった。あたいも今日からあんたたちの仲間に入れてね。人間って意外とチョロくない？
Thank you.
車並びに搭乗員の戦闘能力をチェック。完全回復シークエンスを実行します。反応を確認。ウォンテッドモンスターと思われます。気をつけて。Thank you.
これより戦闘能力の回復作業を開始します。車並びに搭乗員の戦闘能力をチェック。完全回復シークエンスを実行します。Yeah.
この辺りはかつて汐留と呼ばれていた地区ですね。Thank you.
Thank you.
こんなところにもカタストロプスが。自分で移動してここまで来た。ここで倒すか様子を見るか判断はお任せします。車並びに搭乗員の戦闘能力をチェック。完全回復シークエンスを実行します。